2代目の視聴者オーフス視聴者は、デンマークのオーフスにある、視聴者。1941年に完成した3代目の視聴者は、アーネ・ヤコブセンとイーレク村の設計による。15世紀中ほど、最初の視聴者が、オーフス大聖堂の塔の前に設けられた。この視聴者は、1853年に解体された。2代目の視聴者は、フェアディナン・ティーレマンの設計による、 1856年から1857年にかけてオーフス大聖堂通りとマイルゲーゼ通りの交差点付近に建設された市庁舎、裁判所、刑務所を兼ねる建物であった。また、市議会によって1856年から1906年まで使用された。1941年の新庁舎建設後、警察署として1984年まで使用され、 その後デンマーク女性博物館に転用された。三代目となる視聴者は、二代目の視聴者が手狭になったことから1937年4月28日の会議で建設が決定され、工房に対して8月2日には53の設計案が集まった。14日には、アーネ・ヤコブセンとイーレク村の設計案が採用された。だが、審議会で採用された案に対して、 平凡で、機能主義的であると地元市で論争が起こり、コッペンハーゲンの新聞にまで取り上げられる事態となり、計画の進行は滞った。10月28日、市議会の同意を得るため記念建造物としての性格を持たせるように注文をつけた。これに応じて11月15日に設計変更案を提出した。当初の計画では存在しなかった。 高さ60メートルの塔が追加されることになった。また、6000平方メートルのノルウェーのポルスグルーンさんの大遺跡で表面が覆われることになった。この塔はデンマークで最後の視聴者の塔となった。18日、変更案が市議会を通過し、建設が決定した。祖先は1938年9月24日に据えられた。1940年には、 オーフスの500周年記念となる1941年に合わせてカリオンを設ける計画が立てられた。この計画は第二次世界大戦の影響もあって遅延し1948年に完成した。最終的に建築費は800万デンマーククローネ、さらにハンスやアンスンビーナの協力による内装に150万クローネとなった。これは3人が協力した。 最初のケースとなった。第二次世界大戦では、不法な出版物の作成を従業員が支援していると疑われ、レジスタンス運動への報復として二度爆破されている。1995年3月13日、保存建築物としての指定を受けた。2006年には、デンマークの文化大法に建築部門で選出されている。延べ面積は、 地下室を含み19,380平方メートル、容積は1万立方メートル。高さ60メートルの塔に付属する時計は、直径7メートル、単身2.5メートル、長身3メートルである。塔、ホール棟、高層棟、低層棟の4棟が融合している構造となっている。視聴者広場に面するホール棟は、議会、タウンホールを有し、 正面入り口となっている。中央に位置する高層棟は5階建てのオフィス、公園通りに面する低層棟は2階建てで、共に前提を有している。低層棟の地下に換気、暖房システムが設置されている。視聴者前には、西側及び南側に、視聴者と共に保存対象となっている、オーフス視聴者公園、北側に、同じく保存対象の視聴者広場があり、 視聴者公演はオーフスコンサートホールに続いている。東側は公園通りに面し、オーフス中央駅に通じている。ありがとうございます。